先輩、これこっち置いときますね。あー、ごめん、それあっち。はい。ごめんね、ノブ。仕事紹介してもらった上に引っ越しまで手伝わしちゃって。いいんですよ。先輩が近所に引っ越してくれて嬉しいし。もう、ほんとありがとね。あ、今度ご飯食べに来て。いいんですか。うん。じゃあ、ぜひ。じゃあ、俺、買い物行ってくる。あ、僕もそろそろおいとまします。あ、ほら、匠、お見送り行こう。ほら、ほら。ノブ、はいはい、気をつけてよ。あそこのスーパー、うん、名前なんだっけ。そういえば、先輩はどうしてこっちに。前いたところがすごい空気汚くてさ、うん、匠の病気治すついでに家族みんなで気持ちいいところに引っ越そうってなって。でも中古とはいえ普通ないよ、あんな家。そういえば匠くん喘息でしたっけ。うん。いや、ここは本当に空気がきれいだね。まあ田舎ですから。じゃあこの辺で。ごめんね、買い物まで付き合わしちゃって。いいんですよ、近所なんだし何でも言ってください。ノブ。またか。何これ。去年死んだばあちゃんにずっと言われてたんです。この地方では神様の通り道は開けなくてはいけない、つまり鍵を開けてろって言うんです。バカみたいでしょ。これはその神様が。いや、いたずらですよ。だって前も書かれてましたし、そん時ばあちゃん大騒ぎで。マジ。ごめん、そろそろ帰らない。あ、先輩。え、うん、何でもない。明日会社で。お疲れ様です。大丈夫？ちょっと待ってね。息吐いて。大丈夫大丈夫。眠れなかったの？外見てた。外？なんで？おじいちゃんが家の前で撮ってた。おじいちゃん。どうしたの？うん、何でもない。お、早く寝よう。うん、分かった。うん。おはようございます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 。あ、ノブは？あ、そういえばまだ見てないですね。そうですか。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。この絵のも俺たちの件なんですけど。あ、木々が伸びたみたいです。
疲れ様です。お疲れ様。先になるね。あ、はい、お疲れ様です。15年前。これうち。もしもし。もしもし。先輩。ノブ、今どこにいるの？変な奴がうちに来て、あの落書きしてったんだよ。すいません、すいません、すいません、すいません。全部僕が悪いんです。あのマーク。ノブ。あれを家に書かれた人間は、必ず死んでしまうらしいです。え？死ぬ？さっきあれが、うちに来て、入ってきて、それで僕逃げて。ノブ、今どこにいるの？ばあちゃんの言うこと聞いときゃよかった。あれって何？今僕の目の前にいます。ノブ、してくれよ。遅くなっちゃったね、うん、今日何食べたい？カリカリ？今すぐ鍵を開けて。
今すぐ鍵を開けて。何言ってるの？今ドアの前にいるのよ。鍵を開けないと二人とも死ぬんだよ。だから鍵を開けて。無理だよ。ユリエ、ユリエ、頼むから俺を信じて。ユリエ、ケンちゃん、開けてくれたんだね。そうだ、発作起こしてたんだった。収まってる。マサ、早く。はい、ちょっと待って。忘れ物ないよね。鍵開けてね。はーい。